高橋さん、どうでしょう、今後の仕事は10月14日ですか、まあ、引退表明されてから、はいはい、もうちょっと時間経ちましたけども、今後どのような仕事というか、方向性というか。いや、特にあの僕自身ちょっと決めてないので、まあ、ただ12月、1月、2月とあの相性があるので、まあ、とりあえずはスケート中心にっていうふうな活動というか、あのスケジュールになってます。まだ決まってませんね、なんか何をするかは。例えば将来的にも、子供うなぎさんみたいに CM でいるとか。そう、いや、あんまりそこは考えずに、あの本当にやりたいことを探していきたいと思ってます。まあ、ちょっと1年ぐらい。ゆっくりと、ちょっと離れて生活してみて決めたいなと思います。あの高橋さん的にあのクララみたいな女性は嫌いですか。あ、僕ですか、ね、今はいないですね、あのね、将来ね、クララちゃんのように、ね、純粋に愛してくれてこんな可愛い女性に巡り会えたら最高ですけどね、今は、はい、特に募集しておりません。あ、そうですか、はい。あ、ごめんなさい。でもスケート界でいうと、あの間も荒川静香選手が、あ、はい、女の子を出産という痛い話もありますし、はい、なんか高橋さんもそういういい話があるかなと思ってます。残念ながらなくて申し訳ないです。本当になくて申し訳ないです。この前の中国杯で出した羽生選手が強行出場するのではないかと言われていますけれども、はい、その点についてはどのように。あ、決定じゃないんですか。まだ決定ですけど、まああの、まあ、出場できるっていうことは、まあ、体の方も大丈夫ということだと思うので、まあ、できるのであればあのその心配がなかったことは良かったなと思っているので、まあ、もし本当に無理して出るのであればやめた方がいいのかなっていうふうには思いますけど、まあ、そうでなくこのあの、まあ、ちゃんとした状態で出ることができるのであればあの応援したいと思います。はい、ぜひ頑張ってほしいです。